So here we have another part of. So episode one started, and we ended the video just after the episode one started. So we are going for our hat. その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。
ディアブルジャンボ、プルミエールラッシュ。熱い。任せて。一人10万よ。幸せパンチ。彼だって失敗ぐらいするわよ。いけるか。ギアセカンド。オチエンタフルール、クロトマーの サンダーボルトセンボ。おいお前、おろしちまう。ディアブルジャンボ、プルミエールラッシュ。粋なことするじゃん。ごめん、あとはお願い。俺は海賊王になる男だ。よっしゃ。成長を実感できるほど強くなれたのね。みんなの役に立ってみせる。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。熱いな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたから出てきたぞ。次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ。
みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。ナミザギ、ナミザギ。おかしいわ。私も能力が使えない。違う。使い方を思い出せない。ぶっ飛ばしてやる。なかなかやるわよ。やっと俺の出番か。行くぞ。邪魔だ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。何やこれですね。我々の道ですね。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないな。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところだ。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に
私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船は全て海のものです。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということよ。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことができないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。さあ、飯だ。
肉全部食っていいか？ははは、いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。いや、でも寝てきて。So we have to retrieve the lost strength. あら、ここ風が気持ちいいわね。Digging into my bed. Okay. So I'm just using the action button. 2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたが知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。
しやがって。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。今の力を試すにはうってつけだね。ルフィ、やれるか？おう、任せとけ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。どうすっかな。まだやるなら相手になるぞ。レリーには指一本触れさせぬ。こぼれはねえが、もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。What we were talking about earlier, that he can use us. But why get out of the temple? He had not instructed her to take spell mechanism. Then we can whatever they wanted us to use. ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。उसके लिए भी कुछ करना है, मतलब ये अल्टरनेट मोटिव अंदर है, बताया नहीं है, वो जो पहले बताया था। それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど。ボディスメムーヒルラヤとラグラヤバーツカルラヤビもうアンリミテッドワールドメキヒラタもうパタオアップデキヒルヤビバーツカルラヤもっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。こんにちは。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。
いかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。アクセサリーズ enhanced stacks when they're equipped. Enhanced stacks will vary depending on the accessory.たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ。ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。覚悟しろ。刀の旅にしてやる。お前たちの相手は俺だ。てねえの。やっべ、
粋なことするじゃねえか。くらえ！反撃開始だ。そこまでだ。ちょっと痛いわよ。ゲロゲロ。めちゃめちゃ効いたぞ。まだまだ。行くわよ。ゲロゲロ。やるぞ。そっちか。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。こんなところで満足はしねえ。少しは強くなれたかしら。みんなの役に立ってみせる。やった。ここ止めろ。なんでだよ。上陸し、島に近づく嵐、ね、黙って飛び降り監視を。 Someone from the world of it。 What? He's going on.これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？
伸びるな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ、バースコート。その程度だ。俺がまとめて相手してやる。竜巻。コックに逆らうとどうなるか。俺ロビンちゃん問題ないわ。この力があれば大事なもんだって守れる。いい調子だ。力が戻ってきてね。成長を実感できるほど強くなるからね。ここまで腕が上がるとは自分でも少し強くなったぞ。やったお前ら遅れるんじゃねえぞ。お前たちの相手は俺だ。ムートンショット。俺が相手だ。ゴムゴムのバズーカ。肩慣らしといくか。そっち行け。大剣豪にな、文句あるか、海賊王。しない。この力があれば大事なもんだって守れる。いい調子だ。ここまで腕が上がるとは自分でも。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、
あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。修行にはちょうどいいな。竜巻ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガソリンだ。バースコート。私の番ね。トレインタフルール。マナーの悪い野郎だ。おら、さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。修行の成果が出てきたね。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。私の予報は百発百中。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。いたー。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。Giving him this.
skill to assign fragment to.切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。まだやるなら相手になるぞ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。数も多い。何かいるのか、こんなところに。ちょっと邪魔よ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。マナーの悪い野郎だ。俺が一バースコート。ナイス。
終わったな。力が戻ってきたみてえだ。よし、全員俺についてこい。少し強くなったぞ。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。Okay, I made it. てめえらか、ずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。俺が。鬼。
か。ゴムゴムのピストル。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。よっしゃ。クソジジイの蹴りに近づいたか。技のキレが戻ってきたか。成長を実感できるほど強くなれたのね。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。私の予報は百発百中。こいつ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパー訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前ら助けてくれた。だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いざ、そこに俺たちが通りかかったわけか。いざ、いざ。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルヴィルにいたやつにそっくりだったな。え、ああの時のそ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ確かにキューブ。ああ確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。とりあえず仕方ねえだろう。
行きましょう。ゴムゴムのバズーカドロップ。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。ですが、どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。ほぼ。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。まあ、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。チェックボールにサクセスに出演のオフィスパーティーでも最初に生まれるキャンプに出ればとても嬉しい。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったものだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。
show a party in our next video. I will just leave here. This is the さてと、行くか。Party was short. Okay, before talking to Adio, I guess I will just. I am save the game. And I must be safe for I am nearby.That looks like a safe part of this. I talk to Adio, then I will end the video here. Thank you guys for watching and stay tuned for the next video.